嗯。 トップスって何アウターだとか、インナーだとか、ボトムスだとか、ファッション業界の人はすぐ横文字使いたがるんだよね。そもそもアイテムって何よドラクエじゃないんだから、なんだかよくわかんないんだけど、そう思ってる皆さん、こんにちは、スタイリストのおやむしゅんです。今回の動画のテーマなんですが、大人が春に買うべきトップスベスト5ということで、お届けをしたいなと思っています。冒頭でちょっとお話した通り、トップスという言葉自体が、まあ、そもそもよくわからないという方も多いと思うんですよね。 僕自身もざっくりとしか認識していなかったんですがトップスというのは主に上半身に着るものの総称で今着ている僕の中ではシャツですとかジャケットこれらがトップスで下に履いているこちらのですねいわゆるズボンですねこれがボトムスという形でトップスボトムス2つで構成されているのが着こなしという形になるんですねでトップスの中でも一番外側に着るものですね今だったらジャケットだとかコートだとかそういったもの 特にアウターと呼ぶんですねトップスという大きな括りの中でアウターというものがあったりだとかその内側に入ってくるような T シャツだとかシャツなんかをインナーと呼んだりするんですねまあこのあたりよくわからない部分があるかなと思うんですが 今回は春のお洋服の中でもトップスですね。まあ、このジャンルたくさんあるんですが、シャツだとか T シャツだとか、あとはニットだとか、ポロシャツだとか、いろんなものがありますが、まあ、その中で2023年の春夏にお勧めしたいものを5点に絞って皆さんにご紹介をしたいなと思っています。比較的使いやすいようなベーシックプラスアルファトレンド感、そのあたりをですね、僕のチャンネルでは狙ってですね、皆さんにお伝えしていくんですが、まあ、5点の中にも、 馴染みのあるものから、割とトレンド感強めのものまで、様々なものをご紹介したいなと思っているので、この中から気に入ったものを2、3点揃えれば、かなりですね、春の着こなしはスムーズに整えやすいかなと思うので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、メンツファッションの基本をなるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょう はい。ということで、ここからですね、具体的に春のトップス、皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、まあ、今回トップスの中でもアウター類は除きます。コートだとか、ブルゾンだとか、そういった、まちょっと重衣料に入るようなものではなくて、もっとライトに着れるようなトップスですね、ご紹介したいなと思うんですが、まず一つ目はですね、僕が今着ているようなシャツですね。まあ、シャツもいろんなものがあるんですが、その中でカラーを限定するとしたら、 ブルー系のシャツかなというふうに思っています。僕自身もシャツ大好きで春になってもよく着るし、春以外の夏だったら半袖のオープンカラーシャツだとか、レギュラーカラーシャツも着ます。秋も冬も着るので、年間を通してシャツはもう大好物なわけなんですが、大人が1枚で着て一番清潔感があって様になりやすいのがシャツというアイテムかなと思います。白シャツなんかもすごくいいんですけども、どうしても1枚で着るとシンプルに見えすぎたりだとか、あとはビジネスっぽく 見えがちなので個人的にはブルー系の清涼感のあるシャツがすごく便利かなと思います今僕が着ているシャツなんかもすごくですね爽やかな雰囲気のシャツかなと思います今期のグリーンレベルのものなんですがこのような襟型はですね レギュラーカラーと呼ばれている、割とですね、襟の開きの角度がそんなに大きくないものですね。襟型によって全然シャツって印象が変わるんですが、レギュラーカラーが最もベーシックなものになっていて、ワイドカラーだとか、もっとイタリアっぽいものだと、カッターウェイと呼ばれるような襟の開きの大きいものもあるんですが、今の時代の雰囲気に合っているのは、割とこのようなレギュラーカラーのシャツかなと思います。まあこのような襟型のシャツを、ちょっとサイズ感ゆったりめですね。着てるものは M サイズなんですが、ビジネス用のシャツに 比べるとゆとりがあるものがですね最近のトレンド感のあるシャツかなと思いますこれが割とタイトなシルエットでボタンダウンみたいな形になってくるとどうしても休日のパパ感が出てしまうのでこの辺りのサイズ感は少し意識してみてくださいややゆったりめがいいかなと思いますまあ、こういったようなブルー系のシャツをですね下に丸首の白 T を着て第一ボタンを開けて少しだけ覗かせるこのような着方は本当にいろんな男性に似合いやすいかなと思いますまあ、僕のように小柄な男性 からちょっとぽっちゃめのの体型の男性にも合是非で,ですね、皆さんにもシャツの小切れさというところをですね、活かしていただきたいなと思います。まあ、襟型はレギュラーカラーもいいんですが、まあ、例えば僕の動画の中でよく出てくるようなバンドカラーですね。このあたりも使い勝手がいいかなと思います。襟元がスッキリとするので、1枚で着た時のトレンド感というところもすごく出やすいですし、まあ、なおかつ、襟元がスッキリしてると上に重ね着がしやすいんですね。まあ、どうしてもレギュラーカラーの上にですね、 ね。アウターなんかを着てしまうとですね。襟がちょっと動いてしまって。 うまくですね、この先端部分が位置が定まらないことがあったりするんですね。まあ、そのあたり、こういったバンドカラーシャツにすることで、割と襟元がスッキリとしているので、重ね着がしやすいという利点があります。そしてブルー系もいいんだけども、こういったブルーベースのストライプシャツなんかもめちゃくちゃ使いやすいんですよね。なので、まずは一着、無地なのか、ストライプなのか、揃えていただいて、余裕があったら襟型のバリエーションですね。レギュラーカラーとバンドカラーという形でバリエーションを作っていただくと、すごくいいかなと思うので、 トップスままず1枚目外せなないいいのは間違いなくシャツだと思います今はこのようなちょっとゆったりめの無地シャツっていろんなところで売ってまして正直ユニクロはそのあたりのジャンルそんなに強くない印象なんですねユニクロよりもそういったものはトレンド感が強い GU ですね結構このあたりにしっかりありますので GU ですとかグリーンレベルのようなセレクトショップのオリジナルこのあたりでぜひですね大人に合いやすいちょっとゆったりめのブルーシャツ選んでいただければなと思っています 続いて2点目の春トップスは僕が今着てるこちらですね。 丸首のニット。これも外せないアイテムかなと思います。ブルー系のシャツと、あとはですね、ちょっと明るいカラーの丸首のニット。これはですね、春トップスカイの二大巨頭かなと思っていまして、まあニットにもいろんなバリエーションがあります。襟元の患者と丸首があったり、近年だとまた V ネックがですね、ちょっと盛り上がりを見せてきたり、様々なバリエーションがあります。まあその中でも、やっぱり一枚持っておくべきなのは、丸首で間違いがないかなと思うんですね。でカラー バリエーションもたくさんあるんですがまあ、ブラックだとかダークグレーネイビーみたいな濃い色もいいんですが上半身って結構ですね視界に入りやすいのでこういった部分にですね春らしい色味を持ってくると結構印象が変わりやすいので個人的には ホワイトだとかオフホワイトまたはライトグレーみたいなものがあると便利かなと思います僕が今着てるのはこちらですねユニクロの 3D ニット今季のモデルなんですが、まあ、ライトグレーの色味すごく綺麗だったので先日動画でもご紹介させていただきましたがこれが厚み的にもちょうどいいですあまり厚すぎてしまうと春でも暖かい日だとちょっとですね汗ばんでしまうかなと思いますしかといって薄すぎるのもなかなか難しくて体のラインを拾いやすかったりする んですねまあそういった意味では中肉厚がまあ様々な体型の方にも似合いやすいですし着れる時期としても長いかなと思うのでまぜ、あ、ひまずはですねユニクロの3 d ニットですねこのあたりからチェックをしていただきたいなと思いますまあ、もうちょっと価格帯を上げたかったら先日ご紹介したようなグリーンレーベルのライトグレーの丸首のニットでもいいかなと思うのでこのあたりは予算感に応じて選んでいただければなと思っていますまあ、ライトグレー系もいいですしちょっと綺麗な色なんかもすごくいいのでライトブルーですとかあとはグリーン系 の色合いのニットなんかもいいかなと思うのでぜひですね春に適した丸首のニットも皆さん揃えてみていただければなと思っています続いて3点目の春のトップスなんですが今僕が着ているようなこちらポロシャツですね ちょっと意外性があるかなと思うんですね。まあ、本来ポロシャツというと、夏に着るトップスのイメージかなと思うんですね。半袖で、割とジャストサイズのポロシャツを着る男性は多いかなと思うんですが、こちらは長袖になってるんですね。これだけでちょっと見栄えも変わってくるかなと思いますし、素材感は少し厚めになっています。まあ、表面の感じわかるかなワッフル地になっていまして、凹凸感があるんですね。なおかつサイズ感は少し緩めということで、いわゆるクラシックなポロシャツではなくて、 現代的なちょっと緩めののポロシャツこありが1枚あるととちょっと違いが出しやすいのかなと思います。二つ目のアイテムとして、丸組のニットをご紹介しましたが、割とですね、定番的なので、すでに持ってる方も少なくないかなと思うんですね。ちょっと今年は雰囲気変えたいよなという時には、襟元の感じですね。ここを変えるだけで、だいぶ印象も変わりますし、気分も変わるかなと思います。ポロシャツとといいいうことでボボタタンンが2つ付いてていまして僕の場合は第一ボタンは第 して、少しですね、内側に着ている白 T ですね、このあたりを見せるようなリラックス感を出すようにしてるんですが、まあ、このような着方をしていただければ、かなり使いやすいようなトップスかなと思っています。で、こちらはですね、今季のビューティーユースのもの、私物で買ったものなんですが、色がめちゃくちゃ良くて、ロイヤルブルーなんですよね。ネイビーみたいなベーシックカラーよりは少し明るさがあって、人との違いも出しやすいですし、ポロシャツというですね、本来であればおじさんっぽく見えるようなトップスの中でも、 髪をきれいにしてあげたいだとかサイズ感を少しゆとりを出してあげるだけでかなりトレンド感の漂いやすいようなアイテムなのでちょっと丸首のニットに飽きてるなという方はこのようなアプローチを取ってもらうのもいいんじゃないのかなと思います同じジャンルで言うとこちらですねユニクロの先日ご紹介したハーフジップのスウェットですねこれまた同じように襟元に変化があるんですねトレンド的なアイテムの一つなんですがジップ部分で見え方を調整することができてポルシャツと同じようにですねトレンド感の漂うようなトップス になってますのでぜひ、まあ、皆さんもですねこういったものもチェックをしていただければなと思っていますはい続いて4点目のトップスなんですがトップスと言いつつ アウターを羽織ってその内側に着ているこちらなんですけども、ボーダーのカットソーですね。これまた春に欠かせないような結構ですね、鉄板のトップスの一つかなと思います。まあ皆さんも一度ぐらいは着たことがあるかなと思うんですが、このようなボーダーのカットソーって好きな人と嫌いな人がパキッと分かれるアイテムなんですね。そもそもボーダー柄というもの自体がオーソドックスではあるんですが、どうしても子供っぽく見えがちなので、あんまり着ないなという方はもう少なくないかなと思うんですね。僕自身もかつて はそう思ってていたんですがが意外とと着てみるる癖になるのがこのようなボーダーのカットソーの良さだと思っているんですね。で、このボーダーのカットソーって皆さんのイメージ通り単体で着ると結構カジュアルに見えがちなんですが、だからこそ上にちょっと綺麗めなアウターを羽織ってあげると意外とバランスがいいんですね。ということで今回はベージュのステンカラーコートを上に羽織ってみました。このように綺麗めなコートを羽織った内側にボーダーが来ると程よいですね、綺麗めとカジュアルのバランスが取れるので、すごく コーーディネートがしやすすすいんでででね、まあ、正直僕は単体で着るるののも好きだったりするのでこの辺りはお好みかなと思うんですけども、まずはこのような重ね着の一部として使ってあげるところからスタートするといいかなと思います。このようなボーダーのカット層っていろんなブランドから出てるんですね。まあ代表的なところで言うと、セントジェームスだとか、オーチバルだとか、この辺りの老舗のブランド、もう間違いのない選択で、一回買えばかなり長い期間使うことができるかなと思います。まあそれ以外にもセレクトショップのオリジナルなんかでも展開しています。 で、がショップですね。こちらのボーダーのカットーを着ています。配色で言うと、ネイビーとホワイト、もしくはブルーとホワイトですね。この2色で構成されているものが、まあ、なんだかんだで一番使いやすいかなと思うので、ぜ、ま、ひ、あ、ですね、今季旬なアイテムの一つでもあるかなと思うので、このようなボーダーのカットーも組み合わせながらですね、春らしい着こなしを トライしていただきたいなと思っています。ちなみに、このようなボーダーのカットソーって襟元がですね。結構難しかったりするんですよね。 ボートネックといって、この真ん中あたりは結構浅めなんですが、端っこまで結構空いているようなものになるので、下に何を着るのかが結構困るんですが、僕は結構普通に白 T ですね。それを着て、ちょっと脇から覗かせるような形でレイヤードを組んでいます。まあ、そんなに難しく考えずにですね、ボーダーのカットー久々に着てみると、意外とですね、重ね着のパーツとしても活躍してくれるかなと思うので、ぜひトライしていただきたいなと思っています。 続いてラスト5点目は僕が今着てるようなカーディガンですね。これまた春のトップスとしては欠かせないアイテムの一つかなと思います。トップスの中でも一番外側に位置することも多いので軽いアウター感覚でサクッと着れるので1枚あると便利かなと思います。まあカーディガンももうベーシックなアイテムとして皆さんもお持ちかなと思うんですが最近のカーディガンの特徴としてはまずはサイズ感ですね。これがちょっとゆったりめになっています。かつてはタイトめのカーディガンなんかを着ることも多かったんですが 少しですね、肩のラインが落ちていたりだとか、身幅もゆとりがあるようなものなんかが、現代的で使い勝手がいいかなと思います。で、生地の厚みもですね、薄いよりは少しだけ厚みがあって、体のラインを拾わないような感じが個人的にはいいかなと思います。今着てるのは今季のグリーンレベルのものなんですが、 中肉厚でちょっと緩めのサイズ感になっています。そして最近のカーディガンは割とですね、ボタンが最初から付いてないものもあったりするので、このような簡略化したものなんかもスッキリとした印象で、意外と使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。で、色合いなんですが、カーディガンっていうと、ネイビーだとか、ブラックだとか、ダークグレーだとか、このあたりのベーシックカラーが、まあ、結構多いかなと思うんですけども、あえて春なのでちょっと綺麗な色ですね。今着てるのはこのグリーン系の色合いですね。これがすごく綺麗なんです。 な色味になってまして昨年だとライトブルーっぽいようなものを着ていましたが、まあ、そのようなちょっと綺麗な色のカーディガンに内側は白 T を合わせてボトムスはブラックこれ合わせておけばまず失敗することがないのでぜひ皆さんもですね綺麗な色のカーディガンですね春のトップスの1枚としてチェックをしていただきたいなと思っています、まあ、このようなカーディガングリーンレベルでも置いてありますしもうちょっと予算感を抑えたかったらグローバルワークですねこの辺りも結構バリエーション多く綺麗な色のカーディガン展開して ぜひ皆さんもチェックをしていただければなと思っています。 いやー、なるほど。いろんなトップスがあるわけですね。皆さん、どれ気に入りましたかぜひコメント欄で教えていただきたいなと思います。まあ一番オーソドックスなとこで言うと、シャツだとか、あとはニットですね。このあたりはですね、定番的かなと思うんですが、それ以外にもボーダーのカットソーだとか、あとはニットポロですね。この長袖バージョンなんかは、まさに今年らしいチョイスかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、すでにお持ちのものを活かしたりだとか、まあ今年らしさを求めて何か買い足すのもいいかなと思うので、ぜひ今回の 動画を参考にしながら春の着こなし、特にトップスですね。いろんなアプローチを試していただきたいなというふうに思っています。こちらのチャンネルではこれからも大人の男性に向けてメンズファッションの教訓ですね。なるべく分かりやすく解説したいなと思っているんですが、もうちょっとツーなアイテムだとかコーディネートについて知りたいんだよね。もうベーシックを着たんでもうさらに一歩先に行きたいという方のためにですね、YouTube のメンバーシップチャンネルというものも用意をしています。こちらの方では主にセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランドまたはハイ ハイブランドのアイテムまでをですねかなりマニアックに解説をしていますどちらかというとおしゃれ中級者向けの情報を発信しているチャンネルになりますので気になる方はですね概要欄からチェックをしていただきたいなと思いますそのうち1本はですねライブ配信やっていますので結構ですね楽しんでいただけるような内容になっているかなと思いますまた普段なかなかですねゆっくり動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンっていうものもやってるんですねこちらの方では文章と写真ベースでおすすめのアイテムをですね皆さんにどんどんご紹介をしています 僕の方でも毎日更新をしていますし、僕以外のスタイリストだとか専門家の方も記事を書いてくださっています。また参加者の皆さんも気軽に記事をアップすることができるので、皆さんが買ったものだとか、日々のコーディネートアップしてみたりだとか、あとは皆さんに対する質問なんかもアップしながら、ワイワイと楽しむようなコミュニティになってます。気になる方はこちらも概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストのおやでした。また次回の動画もお楽しみに。